首都圏の鉄道会社は長年通勤ラッシュの混雑緩和策に追われてきました。人口減少が叫ばれる日本で依然として多くの利用者がいることは良いことに思えるかもしれませんが、遅延や沿線のイメージダウンにつながるなどのデメリットがあり、鉄道会社は混雑を放置できないというのが現状です。当チャンネルでアップロードした通勤ラッシュ混雑率ランキングという動画をご覧になれば、大阪近郊や名古屋近郊と比較しても東京近郊の混雑率は桁違いに高いということがお分かりいただけると思います。そんな東京近郊でも 199% というトップの混雑率を誇る路線が東京メトロ東西線です。その名の通り、東京都心部を東西に貫く東西線はすでに深刻な混雑に悩まされていた国鉄中央総武線のバイパス路線として計画され、1969年に全通しました。バイパスとして計画された経緯から、路線の両端で JR 中央総武線各駅停車と相互直通運転を行っており、さらに1996年からは東洋高速鉄道、東洋勝田台まで乗り入れています。東西線の開業により、それまで陸の孤島と呼ばれていた浦安、葛西のベッドタウン化が進み、沿線人口は急激に増加しました。1980年のピーク時には 220% を超える混雑率でしたが、その後線路容量の限界までの増発や並行する都営新宿線と JR 京葉線の開業により 200% 前後まで緩和されました。しかしそれからはというと、南砂町などの湾岸エリアや東洋高速線沿線の利用客増加により、それ以上混雑率が緩和されないまま現在に至ります。ここで東西線で最も混雑する木場門前仲町間の 199% というのがどれほどの数字かを見てみましょう。 100% を座席につく、つり革につかまる、またはドア付近の柱に捕まることができる状態とすると、 200% は体が触れ合い相当圧迫感がある状態となります。しかし実際にこの区間に乗車をしてみたところ、編成両端の号車などはそれ以上の混雑率になることがあり、電車がカーブを通過するときや停車するときに体が斜めになり身動きが取れなくなることもありました。さらに過密運転のため途中で速度を落としたり駅の手前で停車したりすることも多く、乗客には大きな負担となっている様子でした。東京メトロもこの状況を放置してきたわけではありません。2007年には朝ラッシュ時の快速を通勤快速に変更し、ダイヤの平行化を図り、列車ごとに混雑が偏っていた状況を改善しました。また時差通勤を行った者にギフトカードが贈られる早起きキャンペーンや、ワイドドア車両1万5000系の導入も行いました。営団時代にも05系のワイドドア車両が5編成導入されましたが、ドアの幅が広がったため乗降に時間がかかり、遅延の原因となるとして増備は見送られていました。実際に1万5000系ワイドドア車が増えたことによって遅延が増えたのかが気になるところです。さらなる混雑緩和のため、東京メトロは2011年事業計画で東西線を丸ごと改造するといっても過言ではないプロジェクトを発表しました。この計画で大規模な改良をされることとなった駅は茅場町、門前仲町、木場、南砂町です。茅場町駅はホームを延伸し、エスカレーターや階段の増設を行う計画で、2020年度の完成を予定しています。門前仲町のホーム拡幅工事はすでに完成しています。木場駅は200億円かけてシールド工法で建設されたトンネルを解体し、上部に新たな空間を作りコンコースを新設するという世界初の工事を行っています。木場駅の周辺には大型商業施設が開業しており、利用客の増加が著しい駅の一つです。ここは東西線で最も混雑する区間にもかかわらず、方向別にホームの構造が分かれており、両端を除きホーム間の行き来ができなかったという問題点がありました。
今回の工事では両ホームを隔てる壁を撤去し、新たなコンコースを設けることによって混雑緩和を目指します。事業費340億円と東西線改造計画の中でも最も大規模な工事となるのが南砂町駅です。東西線最東端の地下駅となる南砂町駅は運河の下に建設されたためホームが非常に狭く、出口もホーム両端にしかありません。今回の工事では既存の島式ホーム1面に加え、ホーム1面と線路1線を増設し、2面3線の駅にする計画です。真ん中となる線路の増設により同一方向に交互に列車を発着させることが可能となり、課題となっていた駅手前での停車や遅延をなくすことが期待されます。また折り返し設備も追加することによって異常時の列車折り返しを可能にします。これらの駅改良工事に加え、九段下飯田橋間に折り返し設備を追加することによってラッシュ時の増発を行えるようにします。このように日本全国で混雑率ワースト1の東京メトロ東西線は、車両、ダイヤ、駅や線路の整備と様々な方面から混雑率を緩和しようとしています。これら全ての工事が完成するのは早くても2020年度となっています。この一連の対策により地獄の通勤ラッシュという汚名を返上することができるか、東西線の今後に注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。